ゴシック、ゴシックは、もともと12世紀の北西ヨーロッパに出現し、15世紀まで続いた建築様式を示す言葉である。ゴティック、ゴチックとも表記される。ゴシックは、第一に建築様式を示す言葉として使われるが、この用語は、絵画や彫刻など美術全般の様式にも適用されるゴシック美術。さらにゴシックの概念は、ゴシック時代、 12世紀後半から15世紀の美術のみならず、哲学や進学、政治理論などの知的領域の様式にも適用され、精神史的文脈において、ゴシック精神という害が提唱されている。今日のポピュラーカルチャーにおいても、ゴシックという言葉は広く使われている。そこで、ゴシック的とみなされているものは、例えば闇、死、廃墟、神秘的、異端的、大敗的、 色で言えば黒といったイメージである。そのような現在流布している多様なゴシックの表彰は歴史上ゴシックがもともと意味していたものとは必ずしも合致しない。総じてゴシックという言葉は多義的で曖昧であると言える。ゴシックという言葉は本来ゴート人のゴート風のという意味で12世紀後半から15世紀にかけてのアルプスイ北の建築様式である。 ゴシック建築から来ている。ルネサンス期のイタリアの文化人が、北方の教会建築様式を、部別的な意味合いを込めてそう呼んだのが始まりで、その後、中世風の様式を意味する言葉として使われた。このようなゴシックの定義は、初めから曖昧さをはらんだものであり、そのことが、後世にゴシックが再解釈され意味が拡大していった要因になったとの指摘もある。 啓蒙の世紀である18世紀には、中世は暗黒時代であったと考えられており、ゴシックは、きっかいさや不器用さを表す言葉として受け取られていた。そのような時代に、ゴシック趣味の自定を建設して19世紀のゴシック復権の先駆けとなったホレス・ウォール・ポールは、幻想の中の暗黒の中世を舞台にした小説、オトラント城、期間1764年を書いた。 これが18世紀後半から19世紀前半に流行したゴシックロマンスと呼ばれる文学の元祖である。19世紀に入り、ゴシックロマンスはフランケンシュタインの怪物や吸血鬼といった近代における闇の暗友としての怪物の表彰を生み出した。こうした過去の文学や芸術に現れた古典的なゴシックは現代のゴシックカルチャーに寄与している人々にとって 利用可能異名の源泉となったと、小谷麻里は指摘している。12世紀半ばの北、フランスから始まった大聖堂などの宗教建築は、次のような共通の特徴を持っていた。第1には、先の尖ったアーチ、戦闘アーチで、建物の高さを強調し、天にそびえていくような印象を与えようとしていること。第二に、建物の壁に大きな窓を開けて道内に、 大量の光を取り入れていること、そして第三に建物を外側から支えるアーチである肥料など構造物が外壁からせり出して建物に異様な外観を与えていることである。こうした特徴を持った大聖堂などの建築物は北方のヨーロッパが獲得し始めた独自の様式であったが、金星の取れた古典古代世界の文化を推計するイタリアの知識人たちは いびつで、不揃いな外見などに高い価値を認めず、不別を込めてイタリア語で、ゴート人のゴーティコと呼んだ。ゴート人は、ゲルマン人の古い民族で、実際には、大建築とは、無関係であったが、野蛮な民族による、未完成の様式という意味を込めてそう呼んだのである。ゴシックという言葉は、ここに由来している。12世紀以降、フランスを中心に発展したゴシック時代の音楽で、 15世紀前半に西ヨーロッパで生まれたファッションである。はっきりとした色使い、奇抜な装飾、誇張された体型が特徴である。また、現代のゴシックファッションとは異なる。15世紀後半のドイツで生まれた鎧である。板金に畝をつけ、つま先などを尖らせているのが特徴である。近現代においても、解雇的な歴史主義建築でゴシック風を採用する場合がある。 ゴシック様式の宗教建築は建物自体の壮大さに加えて異国や異教の影響を受けた怪物やグロテスクな異常が様々に取り込まれている点にも特徴がある。18世紀後半のイギリスではこうしたゴシック風の修道院や邸宅を舞台にした一種のホラー小説が流行し、それはゴシックロマンスと呼ばれた。最初のゴシックロマンス オトラント上機炭を執筆したホレス・ウォール・ポールは、ゴシックリバイバルの先駆けとも言われる、ストロベリーヒルハウスを建設した。現代のポピュラーカルチャーにおける、ゴシック内しゴスは、ゴシック建築などの歴史上のそれと必ずしも、接点があるわけではない。ロックミュージックの一ジャンルとして確立した、ゴスは、1970年代末から1980年代中盤の、 英国のパンクロックからニューウェーブに至るシーンの細分化の中で登場したムーブメントデッタ。ボスはゴシック文学の系譜を弾いているとも言われ、共通項ではないにせよ、半時代性、古めかしいものや死のイメージに対する愛着、精神的暗部への傾きといった特徴が見られるが、キッチュな B 級、ホラー映画を好む人々も多い。20世紀に発達した映画という媒体は、 ゴシック文学の回帰幻想思考の大衆化をもたらした。今日のゴスは多様に展開しており、一くくじにすることはできない。現代のゴス文化は1990年代から世界的に広まり、音楽のみならず映画やファッションといった分野にも波及している CF ゴシックファッション。もともとゴシックという言葉はジョイリビジョニやスージーザ・バンシーズ、バウハウスといった ポストパンクバンドの暗い雰囲気を表すのに使われた形容詞で、それは時に否定的な評価を織り込んだ表現でもあった。やがてそれは、1982年頃に出現した初期ゴスシーンの中で、自分たちのアンデンティティを表す肯定的な用語へと意味合いが変化し、1970年代末にはすでに活動していた、ポストパンクバンドのバウハウス、スージーザ・バンシーズ、 キリング・ジョーク、オーストラリア出身ののほか、といったバンドがこの頃登場した。グラムロックも彼らのルーツの一つであり、バウハウスはデビット・ボーイや T-Rex の曲をカバーした。スペシメンのメンバーが1982年に双方で開いたクラブには基人変人が集まり、初期のゴシックムーブメントの中心となった。北米のロサンゼルスではを中心とする。 シーンがこれに呼応していた。リチャード・ノースは、エネミーの記事でこれらのバンドを、ポジティブ・パンクと命名して紹介した。また、禁煙のジャンルとして、エコーザ・バニーメンをはじめとすると呼ばれたバンド群があり、中でもとも呼ばれるザ・キュアーの暗いサウンドは、後の世代にも大きな影響を与えている。ゴスシーンから登場した。 シスターズ・オブ・マーシーとサザン・デス・カルト、およびその更新のザ・カルトは、ロックバンドであることを前面に押し出し、ゴシック・パンク、ポジティブ・パンクから、ゴシック・ロックへの橋渡しとなった、といったバンドがこれに続いた。1990年代に入ると、デス・メタルよりのメタルバンドであった、パラダイス・ロストや、マイ・ライイング・ブライドが暗打つかつ単美的なサウンドを奏でるようになり、 ゴシックメタルと呼ばれた。特徴としては、ヨーロッパ的な美意識や宗教的な雰囲気といったものが指摘される。ゴシックメタル黎明期にリリースされたパラダイスロストのセカンドアルバムゴシックは、女性ボーカルやオーケストレーションも交えてゆったりと進行する重厚なデス・トゥーム作品であった。その後、女性ボーカルを中心に据えたシンフォニックなヘビメタルと様々な音楽性のバンドが、 ゴシックメタルに分類されるようになっている。日本では、1980年代のポジティブパンク、ポジパンの怪しい装いやメイク、黒装束といった要素は、ビジュアル系の人々に受け継がれた。また、ゴシックとロリータを結びつけた、ゴシックロリータ、ゴスロリというサブカルチャーないしファッション様式が生まれた。美術、文学、デザイン、 ファッションなど評論。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。